紙以外ばっかりだね。今年ちょっと多いね。噛もうとしますよね。ほらほらほら。今もう増えて1000万匹いるんじゃないかとも言われています。クサガメとはね、交雑して雑種が生まれちゃうし。ほら、違うでしょ、お腹が。で、真っ黒なのがイシガメ。イシガメは絶対に噛みません。加藤チャンネル、加藤ちゃん、始めます。今日は亀、ね、亀です、先日、浅綿遊水地で亀の調査を行いました、そこで、ね、いろんな亀が採れたので、もう一度じっくり丁寧に紹介したいと思います。遊水地でね、一番目立った生き物をね、大型で結構たくさん取れましたね。それは赤耳ガメです、これが今問題になっている赤耳ガメです。大きいですよね。ほら大きい。ほら顔と比べてこんなに。これはよく緑ガメと言われて売られているカメです。全然緑じゃないですよね、大人になると緑色じゃないです。子供の時だけ緑ガメ、ね、緑色なんで緑ガメと呼ばれます。全然違うでしょ。500円玉ぐらいの大きさ、ね、それが30センチ近く大きくなるんですよ。1年で一回り大きくなります。ちょうどねここにいますけどね、これこれが2歳。これはね年輪を見ます。甲羅の鱗がありますよね。ここに1枚ありますね。ここにこれ生まれたて、そこから1年2年です。冬成長止まりますよね。その時に線が1本入ります。わかります？生まれたて0歳、1年、そこにうっすら2年。そう、ここで年を数えることができます。寿命はよく分かってません。40年50年、これで20年以上、25年、30年近いと思いますよ。それは年齢でさって20ぐらいですか？これはもう、摩耗しちゃって分かんないですね。だいたい18年、20歳までは年輪が見えるので、それが見えないということは、それ以上、30歳ぐらいかなと思います。全然分かんないですね。これ分かんないですね。なぜかというと、この赤身ガメって古い鱗が落ちてくるんです。それを脱皮って言ったりもしますけどね。剥がれていきます。意外とね成長はね早い。500円玉ぐらいの大きさね、それが2年ですよ。2年で7年以上でもこの大きさになります。成長はあとはもうほんと緩やかですね。もう無敵ですよね。敵いないですからね。もうあとはずっと寿命を全うするまで生きていきます。可愛がってあげるといいんですけどね。やっぱりね、この小さな赤ちゃんがどんどん大きくなってくると飼いきれなくなって野外に放してしまう。そんなことがたびたび起きたようですね。いっぱいいます。一度に卵を10個、15個産みます。それを年に3回ね、こんな大きなメスだったらもう60個、70個産みますね、卵ね。年間60個産んだら10年で600個産むんですからね。で、全国で野外で800万匹いると言われてますね。はい、今もう増えて1000万匹いるんじゃないかとも言われています。で、もうここにいて分かるようにガタンガタン、ガタンガタンしますよね。亀って狭い入れ物に入れておくと逃げたくてずっと動くんですよ。これでうるさいからって言ってね、池、川に離されちゃうこともあるんですよね。亀はこんなちっちゃな水槽では飼えません。この亀だったらこの部屋あってもいいぐらいですね。一つあってもいいぐらい広いスペースじゃないと飼えません。広い池で川で泳いでますから、小さな入れ物で飼ってしまうとかわいそうですよね。野外では水草、死んだ生き物、眠っている生き物、動きの鈍い生き物なんかを食べたりしますね、襲って。なのでお腹を解剖すると手長エビが出てきたり、フナが出てきたりね、水草がたくさん出てきたり、だから水草をたくさん食べてしまうので水質浄化する水草なくなって川とか池
池の環境が急激に悪くなっていきます。赤ミガメに罪はないんですが、ね、可愛い時に飼って、ね、最後まで、ね、飼ってもらうっていうのが大事です。怒ってるんじゃないかな。やっぱ怒るんですよ。ほら噛もうとしますよね。ほらほらほら、ね、痛いんです。私一度だけ噛まれたことありましたね。そういえばまずギュッと噛みます。そこでスパッと切れるわけじゃなくて、噛んだらこの甲羅の中に引っ込めるんです。ギュッで、うわっ、でそこでびっくりして引っ張っちゃうとブチって切ります。私の場合はそれでも冷静に噛まれた時にはあーって、で周りが見に来たんですよね。そうしたらびっくりしちゃってもっとギューッと噛むんですよ。だからちょっとみんな向こうに出てくれって言って、そのまま水の中に入れて、水の中に入れると口離してくれるんですよね。でも、破傷風最近入っちゃいますから、必ず噛まれた時にはもう病院行って破傷風の注射打ちます。そのぐらいしないとダメですね。やっぱり本能です。アメリカワニもいます。凶暴なアリゲーターガーとかいますからね。カワウソもいますからね。そういった生き物と戦うために目の前に来たものを噛むっていう、そういった習性ありますから。でこのアカミミガメが、石ガメの赤ちゃんを食べたりしますから、それは今回調査見れなかった石ガメですね。そうなんですよ。今回調査して見つからなかったカメ、石ガメです。私が一番ね守ろうとしているカメさんが、私が生き物を守る中で生態系の中でねシンボルとしてるのがこの石亀です。石亀ってもちろん亀ですから陸で卵を産みますよね。陸に上がれない川の構造だったら石亀は卵を産むことだけなくて死んじゃいます。水辺、暮らす水辺と繁殖する場所の陸地、そこがうまくこうつながっている環境っていうのが大事なんですね、石亀にとって。でもそういった環境だったらカエルも登れますよね。イモリだって登れます。いろんな生き物が水と陸を行き来できる環境、それが石亀が住める環境ですね。石亀が増える環境になれば他のカエルやイモリたちも増えていく、そういった考えでシンボルにしています。特徴は背中が黄色っぽいね。でお腹は真っ黒、顔は暗っぽい緑色なんですね。ほら違うでしょ。お腹が黄色のお腹に黒っぽい模様が入っているのが赤身ガメで、真っ黒なのが石ガメ、こんな特徴ですね。で赤身ガメは噛むじゃないですか、で攻撃しますけれども、石ガメは絶対に噛みません。どんだけねつつかれても噛まない優しい生き物ですよね。優しい目をしてそうですよね。目もね黒っぽいので全体がちょっと優しく見えます ね。少しでも残っていれば外来種を取り除くことによって繁殖してくれますから。でもう一種類こちらがクサガメ、これクサガメです、ね、ほら静岡でよく捕まるのがね赤っぽいんですよ。お腹も赤っぽいんですけどね、これは中国、ね、中国でも主に南部なんかで暮らしている中国産のクサガメです。石ガメとね比較してみると違いますよね。このクサガメは中国からペットとして持ち込まれて、で野外に放されて、ね、大繁殖しています。噛むことはないんです。おとなしいカメで、ね、優しいカメで噛むことはないんですが、一つ問題が、このクサガメと石亀がハイブリッドを生み出したんです。これですね、これが石亀と草亀のハイブリッド。お腹真っ黒で、こうやって見るとここに山が 1,2,3 あるんですね。黄色がこれは草亀の特徴、 1,2,3 隆起が、そうそう隆起が、でも草亀ほどではない、コブじゃないけど角度がついてるんですね。そうですね、 1,2,3 本ラインがあって、こっちには3本あるけど比較的ちょっと滑らか、これが石亀に似ますよね。石亀ちょっと、ね、足して2で割ったような感じです。分かりにくいかな、難しい難しいですよね。こうやって並べてみましょう。ほら
これが仲悪いんだらまだしも仲良くなってしまって、ね、このように雑種が生まれてしまいます。これもハイブリッドなんですね。でもこれは石神にすごい似たハイブリッド。パッと見石神ですよね。石神ですね。でもなんでハイブリッドに分かったの？これは顔です。草神にあるここのライン、ね、白っぽいライン、これが入ってるんです。すごいですね。あ、ほらほら首出ましたよね、うん、首に黄色っぽいラインが何本もありますよね。ありますね。これは石神にはないんですよ。あとはまあ DNA 調べたっていうのもありますけどね。そうすると母方、ね、父方、ね、どちらかが石亀、草亀、その両方を持っているということが分かったので、外見でも分かる、 DNA 見ても分かる。ただこのハイブリッドがどん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 ね、またこれが草亀、これがまた石亀と、ね、交雑していくと、もう何だか何だか分かんない。なので純粋な石神がいなくなってしまうから、ね、石神がいる場所にいる草亀はできるだけ取るようにしています、ね、混ざってしまったらその川の亀全部、ね、取り除くことになっちゃうんですね。遺伝子汚染って怖いんですね。なので、ね、日本の生き物とハイブリッドを形成してしまう生き物、ね、ペットを飼うとき気をつけてください、まあ、そもそもペットですからね、野外に放さなければいいんです。野外に放してしまうからいろんな問題が起きてます、ね、この日本石亀、ね、赤耳亀にはかじられて赤ちゃん食べられちゃうし、ね、草亀とは、ね、交雑して、ね、雑種が生まれちゃうし、純粋な石亀が今どんどん数、ね、減らしています。なので今、ね、早急に、ね、この石亀を、ね、守ろうと、ね、亀を調査して外来種は取り除いて石亀だけ、ね、残しています。まあ、スッポンはね、これらと交雑することもないのでね、スッポンはもちろん在来種として残していきますが、この甲羅の硬い亀、亀については取り扱いちょっと気をつけてください。